や違う、大丈夫ですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、初の料理チャンネルです、はい、クッキングチャンネル作りました、はい、なんで今日ね、料理やっていくんですけど、はい、今日ね、これ見て、なんでしょう、なんだろうな今日はですね、オムライスを作りたいと思います。おー、すごい、俺がね、初の自炊をしたいと思います、はい、なので、まずね、いや結構その進め方としては、ワイの姉貴ジョーンズが、ワイの姉貴ジョーンズがもう手順をね、全部知ってるんで、はいはい、俺はそのもうこうでしょうっていう感じでやるんで、はい、ダメだったら教えてください。はい、はい、ってことで、まずフライパンを取ります。はい、なるほどね、これ引っかかりやすいやつね、はいはいはい、で、はいはい、俺マジここら辺使ったことないからね。オッケーオッケー、まだ火つけないよ。なるほど。最初に、俺は最初に火をつけて油だけやっちまおうかって思ったけど、それ甘い。甘い。次に玉ねぎを切る。そうだね。先に玉ねぎを切って、うん、で肉もちょっと切ってあるけど、うん、それ多分火通るのに時間かかるから、はいはいはい、時短だったらもう一回切んなきゃいけない。どうします？時短しよう。時短しよう。はい。夜遅いんでね。そうだね。夜もう2時過ぎちゃったんで。2時でさっき2人でコンビニ行くっていう。じゃあ一回、うん、ここでカットするポイントを作ろう。じゃあ今から、玉ねぎを切ってそこら辺まで行きたいと思います。はい、ということで、はい、ということで、まあね、ちょっといろいろちょっとやったんですけど、皮むいたりね、したんですけど、玉ねぎをこれが切っていこうと思います。ちょっともう、マジ、多分包丁触んの時代10年ぶりぐらいなんですけど。やばい、マジで。ちょっと待って。どうくるんだ。あ、敵は悪い。やばい。わかんない。滑らないようにだけね。はいはいはい。いい調子、いい調子。いい調子よ。いい調子よ。いいよ。いいよ。やばい、めっちゃ滑りそう。わかんない。マジで、なんであんなすぐ切れんの？これ逆にすんのはダメ？どういうこと？こっちにしちゃう。それ、できるならいいけど。これで、はい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 、いいよ、はい、いきます。はい。逆モード。はい。はい。こっちめっちゃ切りやすい。なんで？いいよ。これでかすぎ？大丈夫です。オッケー。全然俺もっと涙くると思ったけど来なかった。これさ、あれか、横に切れてるやつ、まあ、うん、そうだけどいいよ。まあ、いいかいいか、うん、これこんなもんか。うん、 OKOKOK です。でこの後に、まあ、ちょっとした下準備をした、こやつを混ぜるんだけど、これはいいんだよね。今混ぜて、うんうん、で油を入れ、うん、全部ぶち込む。そう、玉ねぎを最初に炒めるよ。なるほどね、うん、じゃあこいつを混ぜる前に油を引いちゃう、うん、引いちゃう。なるほど、 OK。 こいつはちょっと燃えそうで怖い。そう、ちゃんとよけてください。こんくらい余裕だよね、こんくらいなら。こんくらい離れてればいけるよね。え、甘い甘い。大丈夫大丈夫。 OKOKOK、うん、OK ね、はいはいはい。油の分量といたしましては、はい、使わなすぎたので線が抜けておらず、はい、はい、油の分量といたしましては、はい、こんなもん、はい、そんなもん、いい調子です、はい、センス、はい、で、こいつでね、こいつで、ああ、ノー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 、火をつけよう、ノーね、火をつけて、フライパンを回せば自然と伸びます。了解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 。こういう感じね。あ、そういう感じ、そういう感じ。ちょっと離れすぎて意味なってない。オッケーオッケー、中心、マジ意味な、うん、こんなもん、そ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 んなもん、よし。で、はい、玉ねぎを入れる。玉ねぎを先に入れる、うん、で、中火にしようか。オッケー、はい、中火、中火、もうちょい、はいはいはい、で、はい、玉ねぎを入れます。はい、玉ねぎ入れてください。おー、おー、こぼしてて怖いよ、気をつけて。あ、いい音
音。いい音、いい音、美味しそう。美味しそう。ありがとう。はい。はい、ありがとう。いい。いい助手。はい、いい助手。いい助手がいる。程度は残るでしょうと、はい、こういうやつを先にこっちをそう、あの、ちょっと火を通るまで、はい、この作業が一番ですね、ちょっとめんどくさいけど。あ、そうなの。そう、だって玉ねぎシャキシャキじゃ嫌じゃん。シャキシャキはね、うん、無理っすそう、私たち玉ねぎシャキシャキだと食べられないっていう。食べられない。そう、あの、玉ねぎはもう、あの、もう感触がなくなるまで炒めるっていう文化で生きていたからね。だ、外で食べる玉ねぎはちょっとシャキシャキだと、ん？ってなる。そうとりあえずこんなもん、こんなもんで、いや全然、うん、ステイ、ステイ、はい、ステイします。はい、で、これを、これまだこいつは入れない、入れない、で混ぜるだけ。そう、混ぜるだけ。ステイ、ステイ、 OK。 じゃあ、混ぜさせていただきます。混ぜる意味あった？あるよ、だって表面にしか胡椒ついてないじゃん。なるほどね。うん、待って、ステイって放置するってこと？あ、違いますね。違う違う。いや、俺は違いました。焦げちゃうよ。なるほどね。うん。じゃあ、混ぜながら混ぜちゃうと。頑張れ頑張れ。はい。これ多分5分ぐらい。5分ぐらい混ぜ続ける。いや、こいつ先に混ぜなくて別に良かった。うん、良かった。なるほどね。うん。ちょっと右手で、右手を使いたいので、一緒に洗っちゃいまーす。はい。あ、いい。じゃあ一回、一回止めよ、はい、ということで、ですね、これから肉を入れたいと思います。もうサーブ5分ぐらい炒めて鬼しなしなになってるんで、ちょっと火を弱め、はい、そうね、からの肉を入れします。これは、はい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 、これは、これ火を強めた方がいい？いや、そのままで大丈夫。なるほどね。なるほどね。中火から弱めちゃったけど、それでも大丈夫。まあ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 。まあ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 、まあ、なるほどね。肉は割と早いけど、はいはい、ちょうど玉ねぎが出来上がる頃と肉の出来上がりが良くなる。ああ、同じじゃないと。そう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 。なるほどね。すごい腕が。腕が試されるよ。はい。南さんが、ああ、お母さんやばいな、やばいっていうか、めっちゃ助かったなって感じたのいつですか？いつだろう、中3じゃない、やっぱり。あ、火強めようか。はい、中3、うん、中火、中火、中火にしてる。中火にしてます。はい、中3、なぜ？その部活に対して暇になって家事を全般。そうそうそう。いや、意外と大変だな、これ。なるよね。あと働き始めてからだね。だよね、俺もそう、社会人1年目の時に、うん、毎回めっちゃ疲れて、うん、実家に帰った時に、うん、そう、これ飯ない状態で帰ったら死んでるなって。そう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 、めっちゃなる。仕事プラス家事ってやばいな。やばいよね。わかる、うん、お、もういい、いい感じ、いい感じ、もう、OK？ そしたら、うん、ご飯を投入しましょう。はい、弱火、ちょっと弱火にして、うん、この仕上がって、もともと仕上がっているご飯を、これケチャップが一緒に入れるのか。そう、ご飯を全部入れてから、はい、はい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 、うん、あっつ、気をつけてね。あっつ、気をつけてください。あっつ、指先命でしょ。指先命っす。OK？ OK OK。そしたら、はい、ケチャップと、ケチャップを先にね、そう、ケチャップ、ソースを2周ぐらい。あ、出てない。あ、なんとここでここでアクシデントってことはソースもね、そう、普段の料理してないこと、知らないからね、こんなこと、こんなこと知らないよ俺は。2周、あ、3周、はい、OK、 OK、 OK、
そうそうそう。あ、そうですね。はいはい、ソースも。あるあるある。うーん、あ、これはこれでいいの。これでいい、これでいい。2週ぐらい、2週ぐらい。2週ね。うん。はい、オッケー。はい。いきます。はい。これ火出てないね。なに？それやらかしピーポー。中火で。中で。中で。はい。そう、ご飯を切るように。熱っ。頑張れ。やばい。ライス系混ざらない、玉ねぎと。むずっ。ひっくり返しながら。なるほどね。うん。そう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 。はいはいはい。気をつけないとおこげになっちゃうからね。はい、それだけは嫌だ。うん。うまい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 。うまいうまいうまい。ケチャップ足んねえなったんだそれ。なるほどね。あの蓋の大きい方から外して。ああ。まあいいよ。それで2周。はい、オッケー。2周ね。あ、いい感じ、いい感じ。おいしそう、おいしそう。おいしそうだね。うん。めちゃくちゃいい匂いする。うん。もうね、夜2時半ぐらいだとお腹空いてくるから、だんだん。胃袋がすごい。うん。まだケチャップ見足りない？いや、どうだろう。これ、わかんないんだよ。ちゃんと混ぜてから。だな。うん。ちゃんと混ぜて、私は足りないと見た。私も若干足りないと思った。うん、そう、若干なのよね。もう白い部分。何周ぐらいこれ？ 1か。うん。よし、OKOK。頑張れ。あ、いい感じになってきたよ。オムライスに俺の汗入りそう。やだ。いいよ。いいよ。はい、なんか大丈夫かな。いいよ。いいよ。外側からね。味見、味見いきます？味見隊長。味見隊長。いきます。絶対熱いよな、絶対熱い、絶対熱い。ちゃんとフフしてね。熱い、熱い。どうですか？あー。足りない？でも上にソースかけるやつを計算すると、うん、ちょうどいいかも。あ、でもちょっと薄い、ちょっと薄い。私も食べたい、私も食べたい、ちょっと。肉いらんな。肉いらんな。熱いからちょっとでいい、ちょっとでいい。味だけね。塩コショウだな。うん。それは俺には分からん。私はちょびっとでいいよ。見えねえ。ストップ欲しいよ。うん、ストップストップ。はい。分かんねえけど、ちょっと混ぜないと火の方が怖いな。そんな？やばいやばい。やばいやばい。で、コショウしか入ってねえけど。確かに。おこげになっちゃう。おこげになっちゃう。さすがにそれは避けたい。ひっくり返さないと。裏面を表にしないと。あ、なるほどね。そうそうそう。おこげだ。おこげだ。おこげだ。最悪だ。だってよ。
思ってを刻んでるだけだわ。火を弱めよう、ね、火を弱めよう。あ、消えてしまった火が。なるほどね、それは新しい発見。うん。表を混ぜるだけだとダメ。そう、ダメだよ。なるほどね。うん。それは知らなかったわ、さすがに。うん、さすがにね。じゃあ、とりあえず OK にしよう。はい。はい。はい。OK。はい、ということで、ね、これラストっす。ラストいきます。ね、これを、これか？しょ文字でいいか。ご飯、あ、ちょっと先卵。卵を入れ、伸ばし、チーズをパッて入れ、米を入れて、こうやって完成させます。はい。でまず火をつけて、フライパンを温めよう。油だ。そうそうそう。オッケー。お、それさすがにプロ。同じくらいでいいんだよ。そうそう、さっきと同じぐらい。オッケー。はい。そしたら回します。回します。うん。で卵を。ちょっと多かったか。大丈夫大丈夫。一粒ぐらいちょん。一粒ぐらいね。うん。一滴、一滴。あ、もう大丈夫。わあ、米が跳ねている。跳ねている。この跳ねるのめっちゃ苦手なんだよな。やば、お。おにピピピだから。よし、はい、オッケー、オッケー、オッケー。卵いけ。やべえ、怖えよこれ。大丈夫。今チョンだから跳ねてるだけ。はい。はい。3分ぐらいいきます。はい。オッケー。よし。で、菜箸だね。菜箸。箸。スプナーじゃダメか。じゃあこれで。はい。はい。はい。そしたら傾けて、寄せ、片方。チーズチーズ。違う。片方に寄せて。はい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 。そう。寄せて流す。ああ、うまい。うまいよ。そしたらもう OK かな。これチーズは。チーズ。入れますね。チーズ入れます。はい、えい、ご飯を入れます。半分この卵の中に収まりきるぐらいのご飯。はい、急げ火を弱めるんだ。止めちゃいますもん。止めんの？止めんの？やばい、はい、いいよ。あっ、ちょっと待って、めっちゃ熱い。ああ、なえる、めっちゃなえる。あ、違う、分かった。さすがにアシスタント気をつけるんだ。細かいことは、うん、卵の中に収まりきるぐらいだよ。はい、むずっ。はい、オッケー。あ、もうこれやりすぎ。うん、そんなもんでいいよ。ええー、って言っちゃうんだけど俺。包みきれなくなっても知らんよ。はい、オッケー。で、うん、やばい、もうやばい、こういう感じね。そうちょっとうまくいかない。で、シャム、それを使って、はい、なんだっけ、フライ、奥側の卵をかぶせる、はい、なるほどね。そうかぶせつつ、はい、巻く、できるかな。巻くとは。そう。で、最終的にこれに乗ればいい。こうやって、そう。スンってやつか。そう。オッケー。やばい。これであとはもう、こういくだけだよね。そう。いきます。やけどに気をつけてください。はい。いきます。はい。うまい。なんだそれ。うまい、まあ、予想外のうまさに感動してしまった。もうちょっと焦げた、まあ、ちょっと焦げたの。そう、遅いのよ。遅いのね、うん、これ見ないのです、これは。やだ。次俺はもう一回やんの。いや、大丈夫ですね。はい、はい、という感じで、これできました。まあ、はい、後でね、これ食べたいと思うんで、はい、あとクッキングチャンネル、この動画の伸び次第で次やるかは判断します。はい、はい、という感じで、はい、そうね、ケチャップで書かないの？あ、そうだ。うん。何かこれ。グラニハートで。あ、はい。はい。
はい、ってな感じで、はい、あのね、これあれなんですよ、ケンツとかは、うん、よくやってるのは、うん、相手はもともと自炊するから、うん、あれなんですよ、その自炊するからついでにカメラ回すなんですけど、うん、俺の場合は自炊しないからカメラを回すためにこの具材を全部買ってきてやんなきゃいけないっていう手間がね、ちょっとね、やばすぎて、うん、これね、クラルラ動画多分3本ぐらい参考になっちゃう。だからね、これの次第で決めますので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、今日で姉貴上手帰っちゃうんですけど、はい。はい、という感じで、今日は終わりにします。ということで、バイバーイ。バイバーイ。